こんばんは、上前です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、前々からねちょっとやってみたかったことということでですね、エースプロを、私登山するんですけど、登山仕様で、どういう感じになるのか、ということでちょっとねその仕様をね、やってみました。マウントとしてはネックマウントをつけて、それにマウントしてね、カメラをつけているという感じです。アクセサリーとかね、ネックマウントだとか、あとはマイクもね一応マイクアダプターとかつけて撮影してるんですけど、それはね動画で何度も取り上げているのでね、下の方にね機材のリンクを載せているので、詳細はそこでねチェックしてみてください。はい、山道をねこうやって入ってみてるんですけど、沖縄の山、結構ね斜面がきつめのところ多いんですけど、ここはね、比較的最初はなだらかな方でですね、こういう感じで歩きやすい山になっております。で時々ね、こういう沢というか、みたいなのがあって、ちょろちょろね水が流れてたりしてね、綺麗なところですね。なんか水の CM 出てきそうで、この辺ねアングルがちょっと下になってるように見えるというか、一応ねまっすぐカメラは向けてるつもりなんですけど、ちょっと坂道とかになるとねやっぱり傾斜があるので、ちょっとなんか下気味に映ってる感じが後々ね見返してあるなという印象はあったんですけど、一応坂道のところで、ね、結構、ブレが出るんじゃないかなと思ったので、そういうところをね結構意識して撮ったりもしてました。こういうところね、はい、超えた時とかの、手ぶれの感じとかで、手ぶれなんですけど、手ぶれはね中間で撮っております。強いのでもなく最大でもなく弱いものでもなく中間、はい、という風なね設定でいつも撮っております。みんな映っとる、映ってるよ。この暗さに耐えれてるかな、これ。滲みとか手ぶれのカクカク感とかね、結構、注意しながら私は見てるんですけど、その点で言ったらねそんなにやっぱ気にならないかなって思ってますね。この辺とかねめちゃくちゃ手ぶれがするところではあるんですけど、意外とカクカクせずに自然に手ぶれ補正されてるんじゃないかなと。乾いてるよ。あ、どうぞどうぞ。写真だと思ったのかな。なんか止まってくれたけど。トモカが止まるからみんな止まってて後ろ。この辺はね手で岩を掴んで上がったところなんですけど、あそこからね結構急斜面になってくるところ でここもねかなり細くて歩けるところが、手ぶれはね結構頑張らないといけないところだとは思うんですけど、私の印象ですけど、かなり安定しているようにね、私は思いますかね。たまにねこうカクンとちょっとこういうところとかね、はい、やっぱり振動がきついとなるところはあるんですけど、それでもね私は結構自然かなと。で一応水平維持をねずっと入れてるので、そんなにね横揺れというか、もうこう横に揺れてるような映像にもなってないかなと思います。個人的には見やすい映像かなと。でこの時点での明るさなんですけど、曇りだったので、森の中をね曇りの時、1時とか2時ぐらいにね歩いたことがある方は分かると思うんですけど、パンとした明るさはなくてですね、暗めで、結構木もね茂ってるので、結構暗めの中これぐらいね見えてるっていうか、ノイズの感じもねそんなに悪くないんじゃないかと思っております。はい、これピュアビデオモードとかではないのでね、レゾリューションとフレームレートで、あと水平維持以外はもう完全にフルオートで撮ってるんでね、それで、ISO もね自動で調節して上げてると思いますし、それを考えたらね、かなり優秀なんじゃないかなと思っております。いや、多分、でもさ、分かれ道がさ何個か、今までロープ張られてたじゃん、ここに行かないでっていうの、あれがロープ昔張られてなかったから、ああいうところで迷った可能性はあるよね。竹生えてる。
で、ここからね、ピュアビデオモードにしてあります。で、全てね 4K の24コマで、一応それはね統一して撮ってるんですけど、ピュアビデオモードになると、水平維持は使えないので、ディワープになってますね、画角は。で、低照度の手ブレ補正は入れてないです。はい、手ブレ補正はもうそのまま同じやつですね。で、ここからね、普通のモードにまた戻しました。ビデオモードですね。はい、でこれは水平維持入ってますね。まあでもそんなに水平維持ないディワープも気にならないかなとは思いますね、手持ちだとね。ちょっと自分を映してみてるんですけど、多分ねこれ HDR 入ってると思うんですけど、私のね顔は結構ねやっぱ逆光になってるので、まあ、暗くなるところかなとは思うんですけど、まあ、空もねこの時はね若干晴れてるので、まあ明るくて、まあ明瞭度の差はつくところなんですけど、まあどちらもね明るく映せてるかなという感じですね。これは間を通ってるところ、この辺とかのね振動も結構あったと思うんですけど、手ブレのコントロールやっぱりいいですね。これはね一応足元を撮ってみた時の振動を見てみようと思ってね、そのまま撮ってみてます。ほら、ここがちょっといい景色。ここでねカメラをちょっとククって上にね上げるんですけど、この時もねなんかそんなガクガクみたいなね、ことにもなってなくて、スムーズにただもう普通にね上にポンって、向いてくれたかなと思います。はい、この辺もね振動大きいところですが、まあ、コントロールいいんじゃないでしょうか。でここはね、すごい結構暗めだったと思います。で、まあ、ピュアビデオモードにはせずね、そのまま、4K の24コマの、まあ、ビデオモードでね撮影しております。はい、一応どんな感じかなということでね、そのままにしてあります。でこれね一応全部ね帰ってみた時にちょっと酔う映像になっちゃったらあれだなと思って、一応ね水平維持モードずっとね入れてるんですけど、ディワープでももしかしたら耐えれたかな。前ねお散歩でディワープで撮ったことあるんですけど、その時はなんかちょっと揺れてる感あったんで、今回まあ登山ということもあってですね、まあ、足場が悪いので一応まあ見やすいように水平維持にはしたんですけど、まあ後でねピュアビデオモードのネックマウントに取り付けた状態のモードで撮影したのも出るのでね、それも見ていただけたらわかるかと思いますが、あー着いた着いた、あー頂上着いた、あーこんにちはこんにちは、お先に。これはね登山したら人がいたっていうシチュエーションをちょっとやってみたくてやってるっていうだけのやつですね。私もじゃあ、あ、いいですか、すいません、ありがとう、いただきます。で、ここは結構暗いですね。もうこれも夕方になってるので、4時ぐらいになってるので、まあ、4時ぐらいの森って結構暗いですよね。で、これはねピュアビデオモードに切り替えてみました。まあ、ピュアビデオモードにする必要があったかどうかはちょっと分からなかったので、まあ、個人的にはこのぐらいの明るさだったらどっちでもいいのかなと思うんですけど、まあ、ノイズとかの面で言ったら、まあ、ピュアビデオモードにしてた方がいいかなと思ってですね、はい、ピュアビデオモードにしてあります。やっぱりねかなり明るく映りますね。で、こちらねもうディワープになっているので、水平維持はされてない手ブレ補正の感じの見た目となっております。ディワープでもね私は全然悪くはないと思いますね。はい、まあ、という感じで、まあ、今見ての感想としてはですね、まあ、全然悪くないというかかなりいいんじゃないでしょうか。ピュアビデオモードもね明るく撮れて綺麗だなと。はい、でこれは AI を使ってる、まあ、こともあるとは思うんですけど、優秀にいろいろと補正されてるんじゃないかと思います。で、手ブレに関してもディワープよりはね多分水平維持の方が、まあ、安全だとは思うんですけど、まあ、ディワープでもそんなに悪くはないかなという印象ですかね。まあ、走ったりとか、まあ、すごい段差をねちょっと飛んだりとか、まあ、そういうことじゃない限りは、まあ、ネックマウントとのね相性もあってで、そんなにまでね悪くないんじゃないかと思います。まあ、ということで、まあ、今回はね登山に行っての、まあ、エースプロで撮った映像がどのような感じになるかっていうのがね私も、まあ、見たかったっていうのと、私と同じようにね登山っていう理由用途でねちょっと考えてる方がいたら、まあ、参考になればいいなと思ってですね、動画撮ってみました。もしこの動画が良かったらぜひいいね評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。で、皆さんまた次の動画でお会いしましょう。